新しい公園ルールの施行が始まっています。今回はみんなの公園をより楽しく快適に利用するための新しいルール、そして全ての世代が楽しめるようにと地域のみんなの話し合いによって生まれた公園をご紹介します。こんにちは。皆さん、どんな時に公園を利用しますか？散歩やジョギングの途中で休憩したり、親子で楽しんだり、みんなに愛される街の公園だからこそ、楽しく利用するためのルールをみんなで守りたいですね。その公園利用のルールが新しくなりました。これまでとどのように変わったのか、緑公園課の大場課長にお聞きします。公園利用のルール教えていただけますか？はい、公園につきましてはいろいろな世代の方がさまざまな目的でご利用いただきますので、皆様譲り合ってご利用いただくことが基本となっております。では喫煙や自転車の乗り入れなど、どのようにルールが変更されたのか見ていきましょう。これまで基本的に公園内での喫煙は可能としていたんですけれども、今回の見直しによって基本的には全面禁煙となっております。ボールの利用につきましては、これまで球技場の中でボールを利用いただいておりまして、この点につきましては変更ないんですけれども、今まで幼児までであれば柔らかいボールの利用を可能としていたんですけれども、小学校低学年までの利用を可能としております。また花火につきましては、基本的に家族単位おおむね5名程度までであれば、指定した39の公園であれば花火の利用を可能としております。また自転車につきましても、基本的には公園内乗り入れることはできなかったんですけれども、自転車の練習であれば公園の中で大人の付き添いのもと利用いただけるというふうにルールを見直しております。最後に公園への犬の連れ込みについてです。これまで犬と一緒に入れるのは管理事務所のある公園のみとしていましたが、ご覧の公園でも犬と一緒に入れるようになりました。このルールについて、なぜ今まで禁止されていたのか、それが今度緩和の動きになっているのか、その点をぜひお考えいただいて、皆様が気持ちよくご利用いただけるように考えながらお使いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。新しい公園ルールの施行にあたり、皆様のご意見をお聞きしています。ぜひ杉並区ホームページからご回答ください。そして杉並区では、みんなが利用する公園だからこそ、みんなで作ることを大事にしています。今私たちがいるここ区立富士見ヶ丘北公園も、地域のみんなが話し合って誕生しました。令和3年10月から始まった富士見ヶ丘北公園の整備、最初に行われたのは区民参加によるワークショップでした。幅広い世代が参加した話し合いの結果、全世代が楽しめる公園、特徴ある公園、コミュニティの広場となる公園という整備方針が決まりました。完成した公園には、ワークショップでの声がどのように生かされているのでしょうか。こちらは何のスペースですか？はい、今、いるのが球技場です。ネットの上にボールが越えないような、天井にもネットを張ったようなスペースになっています。これだけ広々してるから野球もやってもいいですか？ですね、バット、ラケットを使うスポーツは、ご遠慮はいただいております。他のご利用者に怪我が及ばないようなスポーツであれば大丈夫です。こちらは主に幼児のためのエリア。意見交換の場では木製の遊具が欲しいという声が多く聞かれました。これに応え、これまでの公園ではあまり見られなかった木製のブランコなどの遊具が配置されています。そして寝転がって思い切り遊ぶことのできる芝生の丘もあります。公園の真ん中にはシンボルツリー、暑い夏の日もほっと一息つける木陰や吾妻屋があるのも嬉しいですね。こちらの公園を整備する前から
この後ろの大きな欅の木であったり、はい、向こう側の桜の木っていうのはずっとこの場所で育っていて、でこの、まあ、2本の木をシンボルツリーとして残しつつ、その周りに住民の方々が休めるスペースが欲しいというご意見がお話の中でありましたので、よりどころを整備しました。利用者にお話を聞きました。毎日のように利用させてもらってます。吊り橋の遊具がすごい好きで、あとここの公園でブランコにも乗れるようになりました。公園が綺麗だなって、いい公園ができたねっていう話は、はい、しております。このような住民参加のプロセスを経て誕生した公園は他にもあり、それぞれが個性にあふれています。例えば下高井戸4丁目に新たにできる公園については、こんな公園があったらいいなという子どもたちの願いと地域の人たちの思いを形にしました。開園は来年春の予定です。どうぞ楽しみにお待ちください。くつろぎの場として、地域の憩いの場として、幅広い世代が集う公園、そこはまさにコミュニティの中心です。ルールを守り、この大切な場所をいつまでも快適に利用していきたいですね。令和6年9月3日に開かれた杉並区長記者会見。杉並区ではこれを YouTube 杉並区公式チャンネルからアーカイブ配信しています。ぜひご視聴ください。